日の激しい雨、嘘のように晴れ上がりました。朝早くは雲が多く空を覆っていましたが、今は青空の面積が増えてきて、この後素晴らしいお天気に恵まれて2日間楽しんでいただけそうです。本日そして明日の司会を務めさせていただきます、私どもチームオフィス系このオープニングセレモニー司会を務めさせていただきます安澤智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日明日の2日間ここ駅前地区の会場を舞台にお届けいたします。函館グルメサーカス2023、このイベントは函館市函館市函館商工会議所一般社団法人函館国際観光コンベンション協会函館朝市協同組合連合会株式会社函館 TMO 函館都心商店街振興組合北海道新聞函館支社で構成されます函館グルメサーカス実行委員会の主催、国土交通省北海道運輸局、国土交通省東北運輸局、国土交通省関東運輸局、北海道渡島総合振興局、北海道檜山振興局、公益社団法人北海道観光振興機構、一般社団法人東北観光推進機構の講演で開催いたします。それではここで参列いただきました皆様をご紹介させていただきます。まずは主催者より、函館グルメサーカス実行委員会実行委員長函館市長大泉潤、函館グルメサーカス実行委員会副実行委員長函館商工会議所会頭久保俊之、おい、函館グルメサーカス実行委員会副実行委員長函館国際観光コンベンション協会会長森健二、函館グルメサーカス実行委員会副実行委員長北海道新聞社函館支社長ヌエノ隆治、函館グルメサーカス実行委員会実行委員函館朝市協同組合連合会理事長藤田キミット、函館グルメサーカス実行委員会実行委員函館 TMO 代表取締役社長函館都心商店街振興組合理事長渡辺良三、続きましてご来賓の皆様をご紹介申し上げます。国土交通省北海道運輸局局長井上健二代理、函館運輸支局長村上博之様、渡島総合振興局局長田中仁志様、檜山振興局局長山田哲文様代理、副局長三浦博明様、一般社団法人東北観光推進機構理事長今野純一様代理、推進本部長渡辺敦史様、函館市議会議長吉田隆人様、それでは開会にあたり主催者でございます函館グルメサーカス実行委員会大泉潤実行委員長よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。函館市長の大泉でございます。
本日は皆さんようこそ函館グルメサーカス2023にお越しをいただきました。コロナ禍を乗り越えてこのように多くの皆さんの参加のもと開催されますことを私も大変嬉しく思っております。このグルメサーカスは今から11年前に北海道新聞社さんの70周年そして函館の市政施行の90周年を記念して行われたのが皮切りで、そしてこれまで開催を重ねてまいりましたが、それもひとえにですね、北海道新聞社さんをはじめこちらにいらっしゃいます実行委員会の皆様のご尽力、さらには今日ご来賓としてご参加をいただいております国土交通庁様、そして北海道様、宮城県からは東北観光振興機構様など多くの関係機関の皆様の講演とご協力によりまして、今日まで継続して開催をすることができました。改めて厚く御礼を申し上げます。そして函館市と両輪でいつも活動されている今日は吉田市議会議長もご参列をいただいております。この後ご紹介をいただきますけれども、札幌ビール様、そしてコカ・コーラ様、太陽グループ様、そして北ガス様など多くの本当にたくさんの企業そして団体の皆様から多額のご協賛ご協力をいただいて、なんとかこのグルメサーカス盛り上げていただいているところであります。本年は函館道南のお酒を使いましたグルメサーカス限定のカクテルなど新しい催しもご用意しておりますので、どうぞ皆さんご堪能いただければというふうに思います。なんとか天気にも恵まれました。今日と明日の2日間函館グルメサーカス2023大いに盛り上がりますことをご期待を申し上げますとともに、ご参加の皆様のご健勝ご活躍をお祈り申し上げまして開会のご挨拶といたします。皆さん盛り上がっていきましょう。今日はありがとうございます。続きまして今年も函館グルメサーカス2023を開催するにあたり、多くの企業様に協賛をいただいております。ご協賛者様を代表してご紹介させていただきます。札幌ビール株式会社北海道戦略営業部部長半田照夫様、札幌ビール株式会社道央道南社長金子正幸様、おはようございます。北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社セールス統括本部道南営業部長菊池正弘様、株式会社太陽グループ代表取締役社長東原和俊様代理、常務取締役高見幸宏様、北海道ガス株式会社執行役員函館支店長高橋健二様、ご協賛ご協力誠にありがとうございます。それでは函館グルメサーカス2023を函館グルメサーカス実行委員会副実行委員長北海道新聞社函館支社長ヌエノ・タカハルの開会宣言で開催いたします。皆さんおはようございます。本日は、函館グルメサーカス2023、ようこそおいでくださる、ようこそおいでくださいました、北海道新聞函館社長の上野でございます。天気にも恵まれました。この週末の2日間、ゆっくりですね、ご当地グルメを思う存分に楽しみたいと思います。それでは、函館グルメサーカス2023開会を宣言します。Thank you.
グルメサーカスは函館駅前地区を舞台に、観光地函館の最大の魅力である食をテーマに今日と明日の2日間開催してまいります。ぜひこの機会にグルメを存分にお楽しみください。以上をもちまして、函館グルメサーカス2023オープニングセレモニーを終了いたします。お付き合いをいただきました皆さん、ありがとうございました。